セントジャーメインからのこのメッセージは、引き続き、非常に意味のあるものです。明らかに、敵意が高まっているこの時期に、私たちが反省するために、ここに再投稿します。皆さん、セントジャーメインからのこのメッセージは、私たちの周りの世界で起こっていることと、非常に密接に、関係しているので、誰もが読む機会があることを、確認するために、一日放置しておきます。セントジャーメインは、視点を、私たちと、彼らと呼びました。ベルナーヤ・ハルトは、この視点を、私たち対彼らと呼び、勝利と、勝利の視点として、私たちと、彼らを提案しました。その背後にある考え方は同じであり、統一意識です。アセンデッドマスター、大天使、天使軍団、スターファミリー、地球のエレメント、フェイの長老、そして集合体として知られる、その他の美しい存在たちからの今週のガイダンス。こんにちは、家族の皆さん。私はアセンデッドマスター、セントジャーメインに、世界の出来事、特にイスラエルとパレスチナで起きている激しい行動と反動の暴力について話すために名乗り出ていただくようお願いしました。こんにちは、セントジャーメイン教。こんにちは、親愛なる皆さん。今日は皆さんとお話しできてとても嬉しく思います。そして私が私たちと言ったのは地球上と同様に高次元の領域においても分離がなくワンネスだけが存在するからです。そして今私と共にいるのは集合体全員、そして皆さんの魂とハイヤーセルフの全員であり、より高い視点を共有しています。あなた方が今地球上で起きているのは怒りの分離、神学の最後の爆発です。つまり私たちと彼らの立場、つまり特定の方法でしかなだめることのできない怒った神が存在し、人類から永遠に切り離され、目に見えるものすべてを判断し、特定のグループに時折同意するだけだという立場です。または彼の要件を満たす個人、もちろんこれはあらゆる種類の暗い行動の完璧なレシピです。なぜならその受け入れは恐怖、つまり今日神の期待に応えても次の日にはそうしないかもしれないという恐怖に基づいているからです。そしてやがて魂の成長のレベルや魂の旅の意味や意図に関係なく、あたかも全ての人に適用される完璧主義の基準があるかのように、それぞれが自分の外で作られ、自分たちに対して課せられたこれらのテストに失敗することになります。これは非常に振動数の低い思考形態であり、スピリットである実際の存在の外での過程と長年の訓練に基づく信念体系が必要です。そして私たちはスピリットについて絶えず動き、前に流れ、進化するものとして話します。例えばあなたの太陽が自らの変革と再生の道で明らかに進化しているように、正しいために、つまりどのような分野においても正当化されるためには、全ての人が特定の信念を持っていなければならない、特定の民族や宗教的集団に生まれた、またはそのようなグループに取り入れられていた、または地球上の特定の場所から来なければならないというわけではありません。たとえその行為がどれほど破壊的であっても、中東の紛争で起こっていることは、平和瞑想ビデオであなたが言っているように戦争経済の一例です。そしてそれらは覇権、想定された優位性、そしてそれを超えて古い支配的な政府構造の悲しい目に見えない狭さの一例です。これらの者たちは現在地球に流れ込んでいる再生の強力なエネルギーの真っ只中、そして目覚めつつある集団意識の真っ只中で、実際には王座から転落していないかのように地球の出来事を
制御しようと努力し続けようと努めています。ここには文字通り、彼らの居場所は残されていない。そこで彼らは、できる限り地球の生命を破壊したいと望み、可能な限り、トラウマや絶望感を生み出し、人間の波動や、さらには人間のゲノムに、すべてが失われ、絶望こそが唯一の論理的な反応であると信じ込ませようとします。しかし、もしあなたが、あなたたちのハイヤーセルフと同じように、私たちの視点から見ることができれば、この特定の行動方針が、どんなに暗く、考えられないように見えても、実際に人間の意識の中で、個人的にも集団的にも、多くのことを表面化させていることがわかるでしょう。癒しを望むもの。そのため、彼らは、絶望と低波動を促進するどころか、それが人の初期反応かもしれませんが、何百万もの人々が、過去と現在の人生のトラウマを再体験することをうっかり手助けし、最終的に向き合って解放できる場所にそれを表面化させているのです。これが彼らがこうした闇の行為を許されている理由の一つです。奇妙なことに、それは二元性の問題を地球上でもはや生きられないものとして提示しています。確かに素晴らしい瞬間ですが、私たちは、これらの認識が、そのような悲惨な形で起こることを望んでいません。暴力の調停者たちは、これらの行為が、その国の右翼軍部や、左翼過激派グループから出たものであるかのように装い続けているが、実際にはこれらの行為は、そのように見えるように覆い隠されているだけである。これらすべての行動の根源は、権力の座を失ったことへの否定と怒りを表現するために、あらゆる手段を講じている同じ闇の権力基盤から来ている。そしてもう一度言いますが、光の皆さんは、当然のことながら、これは地球上の暗い瞬間だと感じているかもしれませんが、私たちは違う見方をしています。銀河支援を求めるあなたの呼びかけと要求は、聞き届けられ、答えられています。何百隻もの船が、地球上の困難な地域の上空に位置し、多くの人に、医療支援、食料、安全な避難場所の提供など、様々な方法で支援を行っています。同様に、天使の介入も、継続的に行われています。これも、また、高位領域の人々への皆さんの呼びかけに応えて、紛争、異常気象、あるいは内なる葛藤など、現在苦しんでいるすべての人々への援助を求めています。それは、私たちが手を引いて何もしない間、あなた方は、あなた自身や誰かの思惑に放っておかれているということではありません。そんなことはありえません。あなた方全員が、転生する前に道を選択しており、激しい紛争の場面に巻き込まれた人たちも、また、自分たちの道を選択していることを思い出してください。たとえそれが、不必要な紛争のショックに耐えることを意味したとしても、人類の意識の上向きの動きを支援するために志願して、現時点で、特定の国に生まれることを、選択した特別な魂のグループの強力な存在があります。皆さんも、この中で自分の役割を選択しました。あなたが今感じている悲しみとショックにも、かかわらず、あなたは現場の私たちの代表です。そして、スターシードの家族、多次元のハイヤーセルフ、そして神聖な愛そのものの地球の代表として、あなた方は、慰めとなる思考、癒しの光の波、そして、船内の人々への援助を求める叫びによって、精力的に支援するよう求められています。あなた方がエーテル的にそれらを訪問するとき、あなた方のほとんども同様です。あなた方の多くは、しばしば変容支援を使用しています。そしてこれは、今、地球の振動と出来事を変えるための、
強力なツールです。しかし、あなたは一般的に自分が誰であるかをより完全に知るために愛の力を使って変容し、私たちと彼らのパラダイムを解放し、二元性の必要性とそのトラウマを解放するためにここにいることに気づいていません。そして、判断したり、排除したり、抽象したりする必要性を手放します。あなたがそう考えると、これは確かに奇跡です。なぜなら、あなたは長い間、善と悪の二元性だけを知っていたからです。地球と人類の進化におけるこの重要な瞬間に、あなた方全員は今、変容のエージェントとして立ち、自分自身のエネルギー資源を使って、地球の生命の暗闇と影を、すべての形態が戻る光へと引き上げます。あなた方の非常に多くは、睡眠状態で世界の困難な地域へ、エーテルのような旅をしているので、朝、目覚めた時に、休んだと感じることはほとんどなく、あるいは過ぎた8時間や9時間が、たったの2時間かのように感じられるのも不思議ではありません。3時間。これは部分的には地球時間の性質がはるかに速いペースに移行しているためです。しかしそれはまた今助けを求めている多くの人たちを助けることにあなた方のスピリットの心と心が集中していることによるものでもあります。皆さんは今、地球の出来事に深く関わっています。武力紛争により、行方不明になったと思われる多くの人には、地球が自分にとって、より高い道であると感じるのであれば、地球に戻るという選択肢が与えられることを知っておいてください。地球は、それが可能な新しいタイムラインに移行しました。そのため、人類が現在直面しているこの明らかに非常に物理的な闘争において物理的なものでさえも完全に失われることはありません。あなたが高次元の領域から運ぶ光とあなた自身の魂の力を地球の生命に伝え深く植え付けるにつれて照らされた真実と人類が長い間受け入れるように訓練されてきた古い嘘の間のベールが溶解したことを実感する瞬間をますます経験します。その瞬間、嘘は気づかれる必要も、耳を傾けられる必要も、真実として受け入れられる必要もないことに気づきます。あなたがここに来たすべてが今起こっていることを知って強く立ってください。そしてあなたが神聖な愛を唯一の真の現実として保持するとき、あなたは長い間望んでいたもの、つまり高次元の領域についての人間の概念をはるかに超えた地上の天国の確立へと自分自身の中に帰ってくるのです。この新しい地球が完全に確立されるのを見るためにここに来ますか。あなたはその美しい、新しい現実そのものの構成要素です。そうです。あなた方は地球上で起こっているのに、起こる必要のない出来事を見て、数日はまだ涙を流すことになるでしょう。しかし、より高次の地球生命体に移行するという選択は、あなたの手の中にあります。そこで私たちは、こう言うでしょう。あなたの心の中には、傷ついた人々に対する愛と同情と同様に道に迷って他人を傷つけた人々に対する愛と同情がありますか？もしそうなら平和の戦士たちよ、新しい地球はすでにここにあるのです。あなたはそれを実現しました。私たちはあなたをその光の中に永遠に抱きます。その光は色褪せることがなく、あなた自身の心の空間である宇宙の中で、より明るく成長するだけです。それでは、ナマステ、親愛なる皆さん。私たちはいつでもあなたたち、そしてすべての人たちと共にいます。